おはようございます、なごみけです。今日は見ての通り、家具を一掃しました。まあ、一掃って言っても部屋の外に出しただけなんですが、今日はですね、ここにあるこれ、このクッションフロアを、床に敷いていきたいと思います。このフローリングがあんまり最近気に入っていなくて、でこう床とかをいろんなインスタグラムとか、あとピンタレストとかで調べていたら、まあ、自分の好みの感じが、ですね、モルタル調というか、まあ、コンクリートみたいな感じだなというふうに思ったので、まあ、今日は購入したこの、モルタル調コンクリートの床クッションフロアを全面に敷いていきたいと思います。僕がちょっとイメージしているのが、まあ、こんな感じだったりとか、あとはこんな感じですね。で、まあ、カフェとかアトリエっぽい雰囲気に近づくのかなと思います。でこの家具を外に出すのにめちゃめちゃ時間がかかって、すでに作業開始から、2、3時間が経ってます。うちの部屋ピアノがあるので、ちょっとそれにかなり手こずってしまいました。一応今日のためにこの1日は開けておいたので、できるだけ早くこれを敷き終わりたいです。それでは行ってみましょう。一応これが僕が今回取り揃えた道具たちになります。上からマスキングテープ、両面テープ、定規、そして養生テープで、最後ローラーですね。でこっちがクッションフロアになります。こっち側の道具たちは全部ホームセンターで購入しました。ということで、ここから作業を始めていきます。養生テープをですね、部屋のこう隅、角の部分に貼っていって、まあ、そこの上にこう上から両面テープを貼るので、まあ、そこを保護するという意味で養生テープを貼るんですが、まあ、その前に大前提として部屋をきれいにします。そしたら掃除が終わったので養生テープを貼っていきたいと思います。次に今引いた養生テープの上に、この両面テープを敷いていきます。ただこれちょっと怖いのは、長さ 10m しかなくて、足りるかな。なくなった両面テープ、この残り5センチくらいを残して、なくなっちゃった。完全になくなっちゃいました。やべえ、買いに行かなきゃ。はあ、帰ってきました。再開します。一応こんな感じで両面テープが貼り終わったので、ここからは実際にクッションマットを敷いてサイズを確かめていきます。よいしょよいしょ。
一応こんな感じでモルタルの床が完成しました。ちょっとまだ机が汚かったり棚以外の家具をこう持ってこれたりしてないんですが、まあ、ざっとこんな感じです。今夜の8時半なんで、だいぶ時間かかりましたね。朝8時から作業始めて、まあ、こう荷物の搬入搬出に結構時間がかかったり、いろんなことしまくってたらなんだかんだ12時間経ちました。まだ家具を特に置いていない状態なんで、一番床面積が広いと思います。いやでもだいぶ雰囲気出てるんじゃないでしょうか。ここに継ぎ目があるんですよ。ここにどうでしょう、目立ち具合は。まあよく見れば確かにここに線入ってるなとは思うんですが、まあ、僕はそんなに気にならないかな。まあちょっとここ目立つかもな。まあでもなんだかんだいいんじゃないでしょうか。ここ若干空気入っちゃったんですよね。まあこれは失敗けど、まあ許容範囲かな。丸ポチがあるの分かりますか。これはさっきまでこの机を置いていたんですよ。がっつり跡になっちゃってるんですよね。でまあいろんなところに移動してた他の跡はだんだん消えてきてて、これもさっきよりは薄くなってるんですけど、まあこれはまあクッションフロアの特性上しょうがないんですけど、モルタル感は消えますよね。個人的にこのモルタル調にして気に入ってるのがこの配線周りです。配線ってみんな隠したがるんですけど、僕はこうなんかむしろ活かせるなら活かしてあげたい、で活かせない部分を隠せばいいと思ってるタイプなんですね。こうして部屋の床をモルタル調にすることで、配線がちょっと出ててもインダストリアル感があるというか、なんかこう必要あってケーブルが出ているっていう印象がちょっと出るのが個人的に気に入ってます。でですね、以前の動画で紹介したこの IKEA の棚と合わせて、まあ、大体前後編みたいな感じでインテリア特集の動画を2本お届けしました。いかがでしたでしょうか。やっぱもう最近は家にいる時間が本当に長いので、正直ファッションなんかよりもがぜんインテリアにお金をかけています。まあ、もし皆さんもね、こうモルタル調にしたいとか、あとはまあ床変えたい、雰囲気変えたいみたいな方は参考にしていただければなと思います。で、一つ気になったのが、このクッションフロアを敷いている間はすごくこう腕周りがかぶれたんですよ。で、これどうやらこのクッションフロアの素材の影響らしくて、なのでちょっとこれ肌弱い人とかそういう人は事前にこう例えば腕全体をなんかで覆うとか、そういう風な対策をしてこういう工事をした方がいいかなと思います。ということで、長々と動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひインテリアとかそれ以外の動画もいろいろとアップしているので見ていっていただければなと思います。だいぶ時間と体力を消耗しましたが、最後に家具だけ搬入してね、その様子を収めて動画を終わりたいと思います。ということで、以上なごみ家でした。ここからは家具を最後搬入して元通りにします。GO!
ー。